モモカです。ゆらりです。ゆめかです。アリアです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、今日は皆さんに私たちのことをもっと知ってもらうために改めて自己紹介をします。イエーイ。一人ずつね、自分の隅から隅まで話していきます。はい、それでは一人ずつスタート。はい、花田姫香です。中学1年生12歳です。好きなアーティストさんはブラックピンクとトゥワイスさんです。前ギターやってるって言ってたんですけど、最近はウクレレの方にハマってて、弾ける曲はちょっと渋いんですけど、長渕剛さんの乾杯っていう曲 と夏川あゆみさんの灘蒼蒼っていう曲です。私の性格はなんて言われるか、自由人みんなに負けず嫌いとか自由人って言われています。可愛いものが大好きで、可愛いものを集めるのが好きです。特技はダンスです。ウクレレとかギターとかも特技になるように頑張ります。最近ちょっと歌が苦手で歌を習ってるんですけど、歌も上手になりたいです。身長は最近160センチいきました。食べるのが大好きで、ウェブモノの中で一番食べます。じゃあ最後、皆さんに一言言います。いつもピンクラテ TV を見てくれてありがとうございます。これからも見てチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。皆さんこんにちは、ういゆらりです。中学2年生の13歳です。誕生日は12月26日で、ヤギ座です。 AB 型です。好きな食べ物はスードンです。姫香が芋けんぴ好きって言ってから、芋けんぴ食べたら芋けんぴにもハマってます。でもスードンの方が好きです。特技とか好きなのはダンスと歌です。ダンスは中学校の低学年からやってて、まだ歌は全然下手なんですけど、もっと練習して上手くなれるように頑張ります。将来の夢は何回も言ってるんですけど、ダンス&ボーカルのグループに入っていろんなところで活動することです。モデルとしてもダンス&ボーカルの方でも、どっちとも両立して頑張っていけるように頑張ります。性格は落ち着いてて優しい思いやりって言われました。嬉しいです。あと私 DIY がすごく好きで、 DIY の動画とかも見てます。一枚の板から棚作ったりとか、いろんなものをデコレーションしたりとかするのが好きで、でも全然やったことないんですよ。なのでいつかやりたいなって思ってます。視聴者さんに一言言います。いつも本当にありがとうございます。 DM とかも全部見てます。すごく嬉しいです。これからもピンクラテ TV を見てください。そして高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。栗田桃香です。中学3年生の14歳です。こう見えて受験生です。生年月日は2004年3月30日です。お羊座の AB 型猿年です。家族構成は両親と高校1年生の兄が1人、4人家族です。特技はバレエとダンスを3歳からずっと習っています。ダンスのジャンルはいろいろやってるんですけど、ジャズファンクが特に好きです。あとはアクロバットをやっていて、バク転とかバク宙とかができます。趣味は読書とエレキギターです。エレキギターは、友達のお父さんに教えてもらうぐらいで、歴は浅いんですけど楽しんでやってます。ダンスとかギターはたまにインスタに動画載せてたりするので、ぜひ見てくれたら嬉しいです。最近荒野行動にハマりだして、お母さんに受験生なのにって怒られるんですけど、息抜き程度にやってるので大丈夫です。昔から家の屋根に登ったりとか木に登って遊んだりして、真っ黒に日焼けする少年みたいな子だったので、おしゃれに目覚めたのはとっても最近です。雑誌で勉強したりとかアプリとか見て、今一生懸命勉強中です。メイクは結構好きで得意な方だと思ってるので、何を使ってるのとか質問してくれたらマジで好きがこぼれ落ちます。好きな食べ物はかぼちゃです。好きな芸能人は広瀬すずさんです。性格は負けず嫌いで、いろいろ忘れっぽいです。あとは集中しすぎて周りが見えなくなることがあって、テレビとか見てるとお母さんに話しかけられても気づかないです。将来の夢は女優を中心にマルチに活躍できる人になることです。長くてごめんなさい。こんな私でも仲良くなってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。
菅谷リアです。小学6年生です。身長は163センチでまだ伸びてます。私はアメリカに8年半住んでいました。もう英語は忘れちゃったんですけど、ちょっと英語で自己紹介してみたいと思います。 I live in Hawaii for 6 years and I live in Las Vegas for 2 years and a half. Thank you。アリアは食べることが大好きです。よくハーフって言われるんですけど、ハーフじゃありません。私のお父さんがハーフなので、私はクォーターになります。私は猫とドラえもんとディズニーが大好きです。ぬいぐるみをいっぱい集めています。私の将来の夢は獣医さんです。理由は、私は動物がめっちゃ大好きなので、将来は獣医さんになりたいです。動物とぬいぐるみが大好きです。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。バイバイ。はい、自己紹介終わりました。まだ今まで言ったことないことも言ったと思うんで、もっと私たちのことを知ってください。ウイギラジ TV 楽しんでください。お願いします。もしこういうのがいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。